Алоха, с вами Свордфлейм, и мы отправляемся на последний этаж Некрополя Ностальгии, где встретим самых сильных врагов в этой игре. Ну что ж, погнали!騎士団のトップに上り詰めようって男だ。人も自然に集まってくるもんさ。ま、あんなところに探索ポイントが。あ、待ってよ、フレン。うちもついていくのじゃ。あ、私も行くわ。リタ？リタもフレンのことを慕ってるんですね。え？私が？なんで？え？だって、あいつの近くにいると受けたダメージはある程度肩代わりしてくれて楽じゃない？ほら、ディボーションってやつでさ。もしかしてみんなそういう理由で。フレン、頑張れよ。悪かったな。ちょっとハティ、ひどいよ。さっきの術どういうこと？雨が降れば槍が降る日もある。しょうがないのじゃ。ほんと何が起こるか分かんないもんなのね、その術。まさかもっとひどいこと起こったりしないよね。ガルドを全部落としたり、いきなり戦闘不能になっちゃったり。それはうちにもわからんのじゃ。ちょっとそんなわけわかんない術使わないでよ。そう、一か八かってロマンがあっておっさんは好きよ。ロマンで戦闘不能になっちゃシャレにならないでしょ。諦めるのじゃ。何が出てもうちらは運命共同体なのじゃ。
ある意味僕たちパティに手綱を握られちゃってるよね。Hey!
そろ行かせてもらうよ。来ても無駄ですよ。炎よ、この剣に宿れ。焼き尽くす。レイハ暴力症。負けるわけにはいかねえ。剣さんの…また強く？こうすれば前線が次こいつだ。天が悪かったな。戦乱のこと聞かない。
相手が悪かったな。
ほい。はっ。
負けるわけにはいかねえ。当然の。
Ну что ж, вот мы и прошли до босса последнего в Некрополе. Ну а с боссом будем сражаться в следующем видео. А если вам понравилось это видео, поставьте лайк, поделитесь им с друзьями и знакомыми, пишите ваши комментарии. А с вами был Swordflame. Всем пока!